海上自衛隊の潜水艦隊22隻体制ではもう持たないとの情報をキャッチしました。今回は周辺国の安全保障悪化で時代に取り残された22隻体制を詳しく見ていきますね。 VSL 搭載艦を建造開始だが、やはり原潜はいらないでしょう。新たな燃料電池完成かも。日本の防衛予算は2023年度より大幅な増額が図られており、2027年度までの5年間の総額はおよそ43兆円規模に達することが予想され、太平洋戦争後に長らく続いてきた防衛費の目安だった対 GDP 比率 1% を過去のものとした。この対 GDP 比で防衛予算を 1% 以内に止めるという措置は、何らかの国家としての具体的な制約が課されていたというわけではなく、冷戦構造下の日本で時の自民党政権が自制の目安にしていたものだ。それがいつしかそのラインを超えることは、日本がかつてのような軍事大国化を志向する動きであるかのように、大手のマスメディアや反対する勢力が騒ぎ立てていただけで、法的な拘束力など元から存在してはいなかった。第二次世界大戦後にはアメリカと旧ソ連との両陣営に世界の主要国が分かれて対立する冷戦構造が発生したが、後者が1991年に自然に崩壊を迎えたことで、日本のみならず欧米の多くの西側諸国々も軍事費の削減に動いていたことは事実である。ことに日本の場合は、第二次世界大戦における敗戦国としてアメリカを名手とする西側諸国の陣営に組み込まれたものの、戦争放棄を謳う憲法の下で自衛隊は軍隊ではないという極めて特殊な政治的な解釈が続けられてきた。かたや日本と同じく第二次世界大戦を引き起こしたドイツは、敗戦によって東西に分割、統治されたが、そこで両陣営の対立の最前線となったこと、それまではナチスという特異な勢力が支配していたことから、再軍備には西側諸国も反対しなかった経緯がある。こうしたドイツと日本が第二次世界大戦後に置かれた政治的、軍事的な扱いの相違点を思えば、日本も例えば仮に北海道を旧ソ連に支配されていれば、今とはまた違った扱いで再軍備が行われていた可能性もあるのではないだろうか。さて、そうした過程の話はひとまず置いておくとして、日本はこれまでは陸海空の3自衛隊の規模や装備を決定する仕組みとして、時の政権が防衛計画の大綱とそれに基づく中期防衛力整備計画を閣議決定する形をとってきた。そこでは、より上位に位置する防衛計画大綱が約10年スパン、対の中期防衛力整備計画が約5年スパンで設定され、ここで定められた防衛力を、どのような装備を調達して実現させていくのかを、政治的に承認していたと言えよう。この防衛計画の大綱は、国家防衛戦略へ、中期防衛力整備計画は防衛力整備計画へと、2022年12月に改称され、時代の変化に合わせてサイバー領域、宇宙領域、電磁波領域まで包括し、平時、戦時問わず、統合的な防衛力の強化が打ち出された。この方針を反映して、冒頭に挙げたように、日本の防衛予算は大幅に引き上げられ、2023年度から2027年度までの5年間の累計額のおよそ43兆円という額は、最後の31期の中期防衛力整備計画に対し、5割増しという水準に到達する予定である。こうした国家防衛戦略や防衛力整備計画に基づく新たな日本の防衛力の増強については、
政府が大々的に喧伝してるのは、スタンドオフ能力の拡充であり、3自衛隊それぞれが、長射程の攻撃兵器を整備することが打ち出されている。ちょうど、今2023年5月にも、ロシア・ウクライナ戦争において、ウクライナ側が反転攻勢を開始しつつあると考えられているが、イギリスが最大射程距離およそ 250km と言われる空中発射型のミサイル、ストームシャドウを供与したことが注視されている。ここでも、従来ウクライナ側に供与されてきた M142 高機動ロケット砲システム、ハイマースの通常弾の射程は、最大でも、およそ 80km 強とされていたため、イギリスからのストームシャドウ供与は、そのバランスを大きく変えると考えられるためだ。日本政府が、スタンドオフ能力を得るために、国産の1人式地対艦誘導弾の能力向上型や、当初防衛用の高速滑空弾、そして、アメリカからのトマホーク巡航ミサイルの調達を検討していることの有用性も、より明白となるだろう。しかし、日本の防衛力は、四方を広い海に囲まれた島国ゆえに、やはり、現状では、海上自衛隊の戦力に依存する比重が大きく、同隊の現行の体制は、護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻、作戦用の航空機約190機となっている。これは、最後となった2019年度からの30機の防衛計画の対抗にて、整備が打ち出された体制であるが、護衛艦や潜水艦の数量自体は、それ以前から増加はしておらず、哨戒艦12隻がすべて追加、作戦用の航空機が約20機増加という状況である。そうした中でも、海上自衛隊の戦力の中核は、やはり何といっても、海中に潜むがゆえに、秘匿性が極めて高い潜水艦であり、その22隻体制は、2011年からの22機の防衛計画の対抗によって整備することが掲げられたものである。実際の潜水艦22隻体制は、昨年2022年3月に、最新鋭の太平型の一番艦にして、ネームシップの太平が、神奈川県の横須賀を母港とする第2潜水隊群第4潜水隊に配備されたことで、ようやく実現されたばかりではある。今年2023年3月には、太平型の2番艦である、和久芸も、広島県の呉を母港とする第1潜水隊群第1潜水隊に、就役を果たしており、これによって、太平型2隻、双竜型12隻、親潮型8隻で構成されている。日本国内において、一部からは、この潜水艦22隻体制は、今から12年も前にあたる、2011年の22機の防衛計画の対抗に計画されたものであることから、以後の日本を取り巻く安全保障環境の急速な悪化を勘案すれば不十分との声もなくはない。ただし、あくまで個人的な意見ではあるが、海上自衛隊は、この体制の中では、最も古い艦級とはいえ、親潮型2番艦の満潮と、4番艦の巻潮の2隻を練習艦として残しており、有事の際には復帰させる余力を保持していると思える。2011年の22機の防衛計画の対抗の一つ前の2005年度の16機までは、海上自衛隊の潜水艦は16隻体制であったことを思えば、中国海軍の造成を踏まえて、6隻もの枠の拡大を行ったこととなり、強化されていないわけではないだろう。また、最新鋭の太平型は、近年と同様に、三菱重工業者の神戸造船所と、川崎重工業者の神戸工場にて、交互に、毎年1隻ずつ、の新造が継続されており、これらの収益時に、親潮型を、何かかの手段で延命させれば、さらなる体制増も、可能にはなる。
今の22隻体制自体を、さらに今後引き上げ、旧式艦の延命ではなく、新造でそれを行おうとするのならば、現行の三菱重工業者の神戸造船所と、川崎重工業者の神戸工場のキャパシティが、それに対処できるのかが問われることにはなるだろう。現状の海上自衛隊の潜水艦は、大鯨型、操縦型、親潮型ともに、主兵装は、533mm 魚雷発射艦6門から、運用される89式もしくは、18式の長魚雷と、アメリカ製の UGM-84L ハープーンブロック2を搭載する仕様となっている。ここでアメリカ製の UGM-84L ハープーンブロック2は、対艦攻撃用であると同時に、対地攻撃用にも、併用が可能な兵装ではあるが、その最大射程距離は約 248km ほどとされており、中国海軍の艦艇が装備する対艦ミサイルよりもリーチが短い。その代替策としては、イギリス海軍のアスチュート級攻撃型原子力潜水艦がそうであるように、533mm 魚雷発射艦から運用可能なトマホーク巡航ミサイルが入手可能ならば、その可能性もあったが、今は生産ラインが閉じられている。そのため、海上自衛隊では、潜水艦の 533mm 魚雷発射艦から、運用可能な国産の対艦、対地攻撃用のミサイルも開発する方向のようだが、これも、やはり、人認識地対艦誘導弾をベースにしたものとなる可能性が高いと目されている。